コードナンバーチェックしました。第5通用門へお回りください。何寝ぼけてんの？ラブリーエンジェルよ。さっさとゲートを開け。現在このゲートは封鎖されております。第5通用門をご利用ください。あのね、しまいに怒るよ。壊されたいの？はぁー。オッケー、よした方が良さそうよ。なんだかわかんないけど、行こう。ふん、何さ、機械の分際で。そう怒るな。今は非常時で誰もが第五通用門を使っとるんだ。非常時って兄がさ。実は開発事業部で研究中だったアルジアノンというニュータイプのセキュリティシステムの極秘情報が盗まれたのだ。それで呼ばれたってわけ。そういうことだな。幸い盗難の発見が早かったんで、直ちに全館を封鎖して犯人の逃走は防げたんだ。警備システム作ってるとこに泥棒。何のための泥棒よけ作ってんのかしら。まあそう言うな。開発事業部主任からお前さんたちに操作してほしいとたっての希望なんだ。えー、あのファンゴリア主任が。で、星の目安はついてるんですか。分かっとらん。分かっているのは機密がまだ 3WA の中から持ち出されとらんということだけだ。どうする。あのおばさん後が怖いからね。例の件認めてもらえます。こっちは美形とうまくいってたのにわざわざ来てやったんですからね。分かっとる。特別手当は弾む。それと特別休暇1週間もね。そんな約束はしとらんぞ。あーそう。じゃあ帰りましょうか。そうでございますわね。待て。特別休暇1週間。分かった。特別に認めよう。よし、そうと決まったら早いとこ片付けようぜ。うん。推しは本部の中だって分かってんだから楽な仕事ね。だってぴゃ。おしまいだ。この本部もおしまいだ。自宅へ避難しよう。ダーティーペアを今そっちに向けさせたが本当に良いのか。それはもう何度も言ったはずだ。今度の仕事はあの二人しかできんのだ。私が心配してるのはこの本部のことだよ。東方は責任を取れんぞ。責任はこっちで取る。あんたには迷惑かけんよ。私が目を光らせているから心配はいらんって。本当に売れてんのかしら。 3WA の商標つけりゃトントンらしいわよ。まったく作ったやつの気が知れないね。ん？なんだこりゃ。あっ奇妙な釣り革があれば触ってみたくなる。そんな深層心理を利用した人間捕獲器の味はどうかしら。馬鹿げた遊びはやめてください主任。引っかかる方がどうかしているよ。ガラクタとか言ってバカにするからこうなるんだ。こんな感じ。ほんと言っておくが私は地獄耳だからね。言葉には気をつけるように。はい、わかってます。待て。あっ、アーニーよ。博士、ファングリア君大変だ。ライス1号が逃げたんじゃ。離して。動くな、本になるぞ。静かにして。経費納得してよ。黙って、近寄るな。はい。動くんじゃないぞ。飲み、はあ、危なかった。もう少しで頭空っぽになるところだったんだぞ。どういうこと。このライス1号に噛まれると脳細胞が破壊されるんじゃ。犯人は内部のものじゃないんですか。うちにはそんな不心得もんはいないはずだ。でも変な博士を飼ってるじゃないですか。盗んだもののことは問題にしてはいない。我々としてはアルジャーノンが戻ればいいのだ。主任、そのアルジャーノンってどういうセキュリティシステムなのかしら。そんなことは知らんでよろしい。何も教えないで何探せばいいっつうの。アルジャーノンには特殊電波発信装置が仕組んである。お前たちは黙ってこの探知機で電波を追えばいい。嫌なら他に回す。特別手当がかかっているんじゃないのかね。嫌だなんて言った覚えありませんことよ。
おお、やだやだ、年は取ってもああはなりたくないね。ターゲットは現在ビッツ。こんな簡単な仕事に気前が良すぎると思わない？見ようわね、そのアルジャーノンって。アルジャーノンとは何か。回答不能。どういう意味よ。特別指令937、ファングリア主任専用回路。あんなおばん無視しちゃっていいのよ。無視はできません。あんだどこの石頭。ばっかしてもダメよ、私に任して。ブレインちゃん、私たちのお願い聞いてちょうだい。何度質問されても同じです。そう言わないで、そんなに融通が効かないんじゃ女の子にモテないわよ。意味不明。ダメだこりゃ。やっぱりお仕置きね。こんな、ちょっとやりすぎじゃない。の言う通りに動かなきゃならないなんてさ。休暇2週間だわ。この近くよ。性格しとろ。いやいや、お久しぶりだね。まずい。あれで猫飼ってんだから先祖が知ったら嘆くだろうに。遺伝子工学も飛んでいたずらをするもんね。清潔第一、細菌多くて困る。なんでこのビルにネズミがいるのよ。ネズミはしぶとい動物だ。どんなとこでも入り込んでくる。これ自然の摂理ね。そうそう、今日あんたらの好きな杏仁豆腐残ってるよ。食べていくかね。もち、ダイエットしてんじゃなかったの。心配ない。この杏仁豆腐は植物性タンパク質だから太らないよ。じゃあリヌダトンリラリルニエトン。千年の歴史にもこんなことなかったよ。そういえば麦とナンもどこ行ったのかしら。勝手な行動取り寄って。
非常事態発生。非常事態発生。本館 BC 地区は閉鎖。繰り返す。本館 BC 地区は閉鎖。非常事態発生。警備関係者以外は退館してください。アルジャーノンってネズミのことだったの、博士？うん、そうじゃよ。これがアルジャーノン？いや、これはチッチじゃ。アル、どこ行った？ゲン、ネズミが喋った！このネズミは IQ が135あるんだ。え？アルジャーノンは153だがの。チッチ、アルジャーノンはもうすぐ戻ってくるぞ。知能指数 153？ ユリよりもいいじゃん。私は156あんのよ。そうは思えない。あライス1号によるアルカイド誘導の実験中にモルモットが大脳活性化してしまった。それがアルジャーノンとチッチというわけさ。わしが苦心した脳科学の傑作じゃ。この天才ネズミを使って宇宙最強のセキュリティシステムを作るつもりだったんだ。つまりじゃ、現在どの惑星にもネズミは存在する。アルジャーノはそんなネズミを集めて攻撃性を持たせ、どんな人間でも機密に近寄らせないように指揮することが可能じゃ。普通のネズミを軍隊化してコントロールできるってわけね。そうだ、ネズミはどんな狭いところでも移動できる。それに爆発的な繁殖力を持っている。私たちはその天才ネズミの指揮力を試すために呼び出されたってことですか？ああ、アルジャーノンに自分自身を守らせる。それも 3WA 最悪、いや最強エージェントの追及を逃れるのがテストの趣旨だった。最悪ってどういうこと？ミスファンゴ、いえ、ファンゴリア主任。荒っぽいと評判だからな、君たちは。テストは荒っぽいほど良かったんだ。それ、褒めてんの？好きに取るがいい。アルジャーノン、よく聞け。ここを私の管制下に置く。人間は出て行け。どうしたんだ？何が不満なんだ？チッチ、戻ってこい。あんたらが作ったのよ。うちらは知らんもんね。うん、そうはいかん。ラブリーエンジェル、緊急命令だ。その騒ぎを何とかしろ。ボーナス3倍、特別休暇3週間アルジャーノンと父を殺すことは断じて許さん。
しかしこの際毒ガスを使うしかないだろう。あいつらの開発にいくらかかったと思ってるんだ。じゃあこのまま本部を明け渡すつもりか。わしがアルジャーノンを説得する。バカなこと言わないでよ。なんじゃと。あのアルジャーノンはあなたたちに使われるのが嫌で反乱を起こしたんでしょ。そうよ、そんぐらいのことわかんないの。しかし愛情を持って接すれば。あのね、頭が良くなりすぎるとアホの命令は聞きたくなくなるのよ。なんだそりゃ。ちょっとブレインさんに昔のデータを調べさせたのよ。これによるとゲッシー博士の IQ は125、ワンゴリア女子の IQ は。言うな。まあいずれにせよ、自分より賢いネズミを作ったのはまずかったようだな。あのネズミ、自分が一番だと思ってんだから博士の愛情なんて伝わんないよ。それに毒ガスなんて使ったらこのビル使い物にならなくなるわ。じゃあどうすりゃいいと言うんだ。肉弾戦あるのみよ。その代わりボーナスよろしく。仕方ない、うちの部でその予算は持つ。当然ですな。決まり。こっから先はネズミの王国ってわけか。パスポートいるかしら。ドボロシー！これがうまくやってくれるといいけど。兄よ、本当にそれ使う気？目には目を、天才ネズミにはライス一号よ。私たちがパープリンになっちゃう可能性も大だけどね。それはそれで楽よ、日頃の悩みは一気に消え去る。そう簡単には当たらないの。我慢我慢ね、助かったんだからさ。自殺か。ネズミはしぶといって言うけど頭が良すぎると開かないもんね。良すぎるのも良くないか。チッチは普通のネズミに戻れて幸せよね。こら
これからは真面目にネズミをやるんだぞ。またまた悪い予感。